桜井俊樹は兵庫県神戸市タルミク出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属、多門東小学校4年生から軟式野球を始めた。神戸市立多門東中学校では軟式野球部に所属し、3年時には神戸市大会準優勝の成績を収めた。中学野球部の1年先輩には福高志藤がいる。 高校進学時には地元の競合私学からも勧誘されたが途中まで勉強を頑張っていたし野球だけに切り替えたら後悔するなと高校は勉強で入って勝負しようと思ったことから無名に近い公立の兵庫県立北須磨高校に進学し2年時には AS として夏の兵庫大会において同校では24年ぶりとなるベスト16入りを果たした 高校時代の最高成績は、周期圏大会ベスト8で、高校卒業時点での速球の最速は、時速 130km 台後半であった。大学進学時は、北須磨高校からは、珍しいスポーツ推薦で、立命館大学に入学。その後は、関西学生野球連盟リーグ戦で1年秋に4勝、防御率0.50の成績を挙げる。2年春に、 エースとなる。3年春に6勝、防御率0.97の成績を収めて、優勝に貢献。最優秀投手、MVP を獲得した。11月には、第1回21優野球ワールドカップに、日本代表として出場した。その後、肉体改造に着手して体重は7ラム増えた。四年時に出場した、明治神宮野球大会では十一月十三日の、 東北福祉大学戦で大会大記録となる18奪三振を記録した。リーグ通算56試合に当番28勝8敗、防御率1.10、通算306奪三振を記録。2015年10月22日に行われたドラフト会議で読売ジャイアンツから単独1位指名を受け、11月20日に契約金1億円。 年俸1500万円で契約した。背番号は21。北須磨高校出身者として、初めてのプロ野球選手となった。2016年3月30日に1、群発登板を果たしたが、肘の違和感により5回途中4失点で降板し、敗戦投手となった。その後は2軍と3軍で調整を続け、イースタンリーグ最終戦となった9月25日の、 対千葉ロッテマリーンズ戦でリリーフとして6ヶ月ぶりに実戦で登板した。シーズン終了後、北海道日本ハムファイターズからトレードで移籍した吉川光雄が背番号21を使用することとなったため、桜井の背番号は36に変更されることが発表された。11月21日、300万円減の 推定年俸1200万円で契約を公開した。2017年2月18日に韓国サムスンライオンズとの練習試合でチームの対外試合の開幕投手を託されたが3回3失点で降板した。その後2軍戦では救援投手として高騰したため5月16日には1軍へ昇格した。昇格当初は 勝ちパターンでの登板もあるなど好調だったが、その後急激に調子を落とした。19試合の登板で防御率5.67、プロ初白帽子もお預けになった。オフには現状維持の1200万円で契約を公開した。2018年は2軍で18試合の登板で4勝0敗、防御率2.69を記録したが、1軍での登板はなかった。オフには、 200万円減の推定年俸1000万円で契約を公開した。2019年は背番号を35に変更。5月23日の横浜 DNA ベイスターズ1000で中継ぎ登板し、プロ初勝利を挙げた。6月6日の東北楽天ゴールデンイーグルス1000では3年ぶりに先発登板し、7回途中まで1失点と高騰し、先発初勝利を挙げるなど、 交流戦では3試合で2勝0敗、防御率1.83を記録した。シーズン終盤は疲労により失速したが、最終的にチーム内では山口と菅野に次ぐ自己最多の発勝を記録した。オフには2000万円増の推定年俸3000万円で契約を公開した。2020年は開幕ローテーションの6人目になり、8月2日、 までで6先発で2勝2敗を記録したが、8月3日に登録抹消となった。8月23日に再登録されると、中継ぎに配置変換され、9月20日に再び登録抹消。10月5日の再登録後に2試合に先発するもに、連敗と結果を残せず再び中継ぎとして、シーズンを終えた。シーズン通算で2勝4敗4ホールド、防御率4.95を記録した。 オフには600万円減の推定年俸2400万円で契約を公開した。最速時速 150km の速球、スライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットを投げる。また、大学4年の周期リーグ戦では延長14回を206球間と勝利を上げるなどスタミナはあるが、プロ入り後は中継ぎでの起用が大半である。堀内恒夫には、 フォームが安定しないため、コントロールがつかないと評価されている。レビテーティングフィーチャリング、ダベビードアリパー、ありがとうございます。